衆議院選挙の投票日が4日後に迫ってきました。候補者を追う。今日は前の議員と元議員、それに新人の合わせて4人が争う秋田3区をお伝えします。全国有数の米どころで農業の振興策も課題の秋田3区。各候補者の選挙中の職についても注目しました。秋田3区には届け出順に共産党の新人藤田和久氏75歳と、立憲民主党の新人小川典夫氏39歳、国民民主党の元議員村岡俊英氏64歳と、自民党の前の議員御法川信英氏60歳の4人が立候補しています。日本共産党は企業、団体選手も受け取らない唯一の政党です。共産党の新人藤田氏は街頭での演説を中心に支持を呼びかけています。人権腐敗政治の一掃、裏金問題の一掃のために日本共産党全力で頑張りたいと思います。自民党政治から脱却し、国民の暮らしを最優先にする政治への転換を訴える藤田氏。公示後は地元の大仙市以外でも支持を広げようと、各地域で精力的に遊説を続けています。学校給食料だってまだ無料になっていません。大学の授業料、入学料が大変だと、学生ばかりでなく親の世代も騒いでいるのに全然動こうとしない、大変な実態になっている。この政治を変えようではありませんか。野菜を育てる農家の藤田氏、農業の振興のためには所得保障制度の導入や新規就農者へのさまざまな支援が必要だと訴えています。国民の食料を確保することだから、自給率が4割いかないっていうのはちょっとやっぱり異常でしょうね。食料自給率の向上は国の安全保障にもつながるというのが藤田氏の持論です。陣営では党の政策を有権者に浸透させて、選挙区はもちろん比例代表での票の上積みを目指しています。社会保障も教育も農業も中小企業もみんな格差開いてきて大変な事態になっている。でこれが大企業応援政治のおかげなんだと、これ切り替えないとやっぱり変わらない、そこを訴えていきたいと思っています。7月の記録的大雨で田畑が大きな被害を受けた由利本荘市。農業の皆様の生活を守るのも、農政を守っていくのも小川典夫でございます。由利本荘市の元市議会議員で立憲民主党の小川氏は、今回の選挙戦で支持を訴えるだけでなく、有権者一人一人の声に耳を傾けています。子育て世代の代表として頑張りたいと思ってましたので、何かご要望とかありますか。やっぱ授業料だと給食費の問題とか、あ、そうですよね、はい、やっぱどの子供にもきちんと給食費とかは、はい、生活環境整えてほしい。本当ですよね、はい、思います、同じ思いです。ありがとうございます。実施してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。貴重なご意見。給食費を無償化、教育費を無償化、こういったのもやれる自治体、そうでない自治体があります。だからこそ今国の交付金の見直し、法律の見直しをしなければならない。初めて国政選挙に挑んでいる小川氏、県内の選挙区では唯一の女性候補です。でも、まだカツ食べてないですよね。食べてないですね。原価継ぎのカツがないでもあるから、あれば1100円か、割ですかね。原価継ぎにカツカレーを食べたいところでしたが、注文したのは500円のミニ天丼と150円のコロッケ。
物価の上昇が多くの家計を圧迫する中、子育て世代の負担を減らし、若い人たちが活躍できる社会を作りたいと考えています。若い人たちのために、これからの未来を託すのは、将来を作っていくのは私たち世代なんだよねっていう共感も広げながら、その役目をどうか私、小川のりおにいただきたいと、声を枯らさずに伝えていけたらいいなと思っております。主人のり好きなので大きめの。国民民主党から立候補した村岡氏、妻が握る毎朝のおにぎりが選挙期間中の力飯です。愛情こもったおにぎりを食べて元気を出すと、よし頑張ろうと、こういうような感じですね。県産の米で作ったおにぎりを力に変えて各地域へと遊説に向かいます。じゃあ元気いっぱい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。大臣の皆様のお力をお寄せいただきまして、この日村岡氏は国民民主党の玉木代表と自民党と共産党候補の地元大仙市に入りました。農業者の方々が所得向上して、若い人たちにしっかりと担い手に引き継げる、そういう農業にしなきゃいけない。農業は国の基といいます。その農業を守ることを村岡俊秀にやらせてください。都市と地方の格差がより広がってる今だからこそ、改めて国は、国会は村岡俊秀を求めています。皆さん、国民民主党は秋田3区を最重点選挙区の一つと位置づけていて、党の幹部が次々と応援に駆けつけています。物価高騰が続く中、村岡氏は所得税の課税対象となる年収の基準を103万円から引き上げ、県民の手取り額を増やしたいと訴えています。また2017年までの2期およそ4年9ヶ月の衆議院議員としての実績もアピールして、初めてとなる選挙区での当選を目指します。地方のこの農業、林業、水産業、第一次産業をしっかりと再生する、そしてさらには若い人たちの雇用の場を作っていく、そして秋田がやはり、この人口減少子化というのを歯止めをかけるという政策を訴えていきたいと、こういうふうに思っています。どうか秋田が元気になるためには、地元の緑川、地元の緑川、地元を考えるなら緑川。第50回衆議院選挙戦4日目の先週金曜日、自民党の前の議員緑川氏は地元の大仙市を遊説しました。本当に厳しいです。だけれども最後に私がすがれるのは、この大曲千木の地元の皆さんです。そういう方々に何としても報いていきたい、死ぬ気で頑張ってまいります。序盤の世論調査で接戦が報じられたことを受けて、緑川氏はさらなる支持の拡大を呼びかけました。どうもどうも、いつもお世話になります。全国有数の米どころを地盤とする緑川氏、政策の柱の一つに農業振興を掲げています。お米はもちろんだし、まあ、米以外のたくさん秋田ではいろんなものを生産しているわけだから、まあ、そういうものも全部含めて秋田の農業をやっぱり良くするように頑張っていきたいと思います。大仙市太田町での街頭演説には、故小渕恵三元総理の次女小渕優子氏が応援に駆けつけました。今日お集まりの皆様方の力をより大きく結集をしていただいて、必ず必ず稔川信秀候補国会へと送っていただきたい。稔川氏はこれまでの実績と経験に加え、政権与党としての政策実行力を訴え、7回目の当選を目指します。自公政権、この連立政権がしっかりした、安定した政権を担わせていただくというのが日本の将来にとって絶対に必要なんだということを強く訴えてまいりたいというふうに思っております。
衆院選の投票日は27日の日曜日です。 ABS テレビでは開票速報を27日の午後7時58分から特別番組で放送するほか、 ABS 秋田アプリでもお伝えします。翌日28日の朝、ZIP でも7時40分頃から開票結果を詳しくお伝えします。